スミ。ハジラブメイキングラバーズ、お疲れっす、先輩。
差し入れ。が出てる CM の真似っすよ。 YouTube とかで見たことあるっしょ。このセリフと笑顔が最高なのに。青春は止められない。キラッ。もちろん。いや、やっぱ生で感じるソラちゃんは最高っすね。しかも最前列の特等席、こんな近くで聞くの私でも初めてっすよ。エモすぎてちょっと泣いちゃった。くすん、私のために一番の整理券用意してくれるなんて感動だな、感激だな。先輩ひょっとして私なんすか？ツンデレっすか？えいえい。
の時の先輩マジウケたっす。ハトが豆鉄砲を食らったような顔してて、自分で募集してたくせに。わかる。なんだ、つまりは先輩が私のこと信頼してるってことじゃないっすか。って言うなら音圧ちょっと物足りなかったっすけど、神社の結局この先も残るのは動画っすから、そういうのは大事っすよね。してくれてよかったっす。どこでこういうバイト見つけてくるんすか。ああ、今はモールが中心っすからね。世知辛いな。そもそも PA なんてどうやって覚えたんすか？独学？そういうのちゃんとアピールすれば先輩そこそこモテそうなのに。なんなら私の友達紹介してあげましょうか。ギャルはダメっすか？需要ないっすか？しゅん。しょぼん。この柄、夏特集でソラちゃんが推してたやつなんすよ。かわいいでしょ。どういたしまして。こっちこそ先輩のおかげで久しぶりに七夕祭りではしゃげて楽しかったっす。子供の頃は特
かなんとか言ってライブに来た女の子としっぽり意気投合したりなんかしちゃったりしてるんじゃないっすか。先輩も隅に置けないっすね。この子の。運命の出会いか。そんなに大事っすかね、出会いなんて。よく知らない相手だけど告白されて付き合ってみたら意外と気があったとか、私の周り大体そんな感じっすよ。ブー、じゃあどんな感じならいいんすか？先輩の理想の出会いって何なんすか？具体的に除外された。消去法じゃなくて、わかるでしょ？先輩の意地悪。先輩、親御さん離婚してるんすか？単身赴任じゃなくて単に先輩が置いてかれただけでは？メンヘラは後が怖いっすよ。
他には？から過去でっち上げるのは厳しくないっすか？あるんだ。どれもこれもファンタジーっすね。そんなんじゃ一生恋なんてできない。なんすかそのハムなんとかって。難しいこと言えば煙に負けると思ったら大間違いっすよ。食パン加えて体当たりしてやるから週明けの登校時間覚悟しておくことっすね。ジャム何が好きっすか？買い物メモっとこ。ピーナバピーナバっと。これっすか？巾着小さくて可愛いけど私のスマホ入んないんすよね。帯はくびれのために限界まで締めてるし。あれあれ？もしかして気になっちゃう感じっすか？平気だって。ほら、ジャンプしても落ちないっしょ。
鼻の下伸びてる。写真見ます？伸びてるから。Thank you.
でもワンタップでカメラ起動できるようにしてるんすよ。こういう撮れ高逃さないために。彼氏って言ったらどうします？友達なんすけどね。スタッフのバイトしてる彼氏の計らいでライブの整理券取れたことになってるんで、もし私の友達に会っても先輩は余計なこと言わないように。グループで彼氏いたことないの私だけなんすよ。先輩は女子のマウント合戦の怖さを知らないんだ。聞く
ゃあ先輩、星見の滝って知ってます？教えてくれたら写真消してあげてもいいっすよ。知ってるっすね。それでそれで場所は？でもそのレベルっすか。誰に聞いてもそんな感じなんすよね。そこに行けば願いが叶うって噂だけが一人歩きしてて、ググっても出てこないし、都市伝説なのかな。になるっす。じゃあそろそろ待ち合わせに遅れちゃうんで、私はこの辺で。ありがとうっす。後でまた寄りますからね。